暴力的ではなく、むしろ優しいのでさえあるのです。キクリア、ありがとう。君は進化した。君は今、生まれて初めて食べるためにではなく、誇りを守るために戦うんだ。ユニーク、文化としての戦い。誇りを守るため、キクライを守るための戦いを、アキさんなら伝えられるでしょう。食うか食われるか。もうないんだよ、キクラ。俺たちがやることは殺し合いではない。命の奪い合いまですることはないんだ。そうまですることはないんだよ。分かってるじゃん、キクラ。それでいいんだよ。違う。これは弱っているぞ。説教のチャンス。やりすぎてしまったのだ。